自衛隊の厳しい現状がネット上で話題となっています。トイレットペーパーがない、エアコンが壊れたまま放置、さらには洗濯機が有料といった驚きの声が次々と寄せられ、これで災害時に活躍しているのは奇跡、海外ばかりにお金を使うなといった批判が殺到。一方で寄付で解決できないのかという建設的な意見も見られます。国防を担う人々の待遇がこれで良いのか。ネットで寄せられた多様な意見を通じてこの問題の本質を探ります。それではコメントを見ていきましょう。自衛隊はそれじゃなくても給料安いのにトイレットペーパーがない、出るものも電話、こういう物品を寄付できないのかな。財務省解体、陸自は寝るところもひどいと聞いた。ふるさと納税で返礼なしはできないのかな。陸上自衛隊の方とお話しする機会があり、その時もエアコン何年も故障していて直してもらえない。ひどいものです。これが今の自衛隊の現状ですか。言葉もありません。ええ、マジか。財務省のトイレットペーパーとウォシュレットを差し入れたい。国会議員の議員会館と交換しよう。このポストでとても気分が悪くなりました。もう少し財務省に騙されないリーダー的な人が立候補してくれないかな。基地内の環境もそうですが、感謝も改善していただければと思います。どういうこと。日本に何の所縁もない外国人に給付金やるなら自国を命がけで守る自衛隊に使えよ。アイヌ団体とか朝鮮系シナ系難民とか外人に支援してる金打ち切ってこっちに使おうや。正しくない国会議員のせいで国民は勘違いせられています。働く人たちを大事にしない省庁。トイレットペーパーも自前って何。自衛隊基地内がこれじゃ能登地震の復興も進むわけないね。毎年400兆泥棒しても必要なところに予算を振り分けられないもの。ひどすぎる。政治家なんて海外には平気でばらまくし、給与高すぎる、指数も多すぎるのに余計なところに血税使わないで国民を守ってくれている自衛隊にお金回してよ。これを野放しにして財務省に何の対応もできない国会議員は全員辞職しろ。なんでばらまく金はすぐ出てくるのに、こんなに日本を守ってくださる自衛隊員の方の待遇が悪いまま放置されているんだ。嘆かわしい。年金も積み立て方式で始まったのに、いつの間にか付加方式だと。財務省の施設売り払って隊員の福利厚生に当ててほしいです。こんなひどい環境で災害時にあれほどの活躍をしてくれている自衛隊には頭が上がりません。今はだいぶ改善され予算もつくし、以前は補給所で調達してましたが部隊が調達できるようにもなりました。自衛隊の洗濯機が有料であることに驚きます。自衛隊の中に電気回路に精通した方がいたら修理できるのに。昭和50年代でも洗いおけと洗濯板がありましたね。洗濯機寄付したいです。公園のトイレですらトイレットペーパーあるのに。先日仕事で防虫トンチの施設に入りました。無知で恥ずかしいのですが、自衛隊は給料制で会社員と同じ労働基準法とかがあるものとばかり。知らなかったです。これは改善してほしい。